はいこんにちはレトスノーノです7月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますこの時期はモチベーションの維持が難しいです勉強しなきゃいけないことは分かってるんだけど手につかない何をすればいいかわからないそして1日が過ぎていくそうなっていませんでしょうか この状態を放っておくと今年の合格は難しいですではどうしたらいいでしょうか1つ目が向こう1か月のスケジュールを立てる特にこれ具体的に立ててくださいでもう1つが自分の学習方法を見直すこの2つですね特に2つ目自分の学習方法を見直すこれについてはほとんどの受験生がやっているようでできていないんですねもう一度ここで自分の勉強を確認していただきたいです つまり、丸暗記で勉強していないかどうかっていうのを確認するということですね。丸暗記だったらいつも言っている通り、実力上がってきませんので、理解学習ができているかをちゃんと確認するということですね。また、具体的にえ合格点を決めて勉強していくのもいいと思います。権利関係、宅建業法、法令上の制限税、その他、それぞれ何点を目標にするか、これを決めるということですね。例えば、権利関係7点、宅建業法16点。 法令上の制限、6点、えー。税その他、6点。これ合計すると、えー、おそらく35点かなになると思うんですね。まあ、これを一つの目標とするというのをいいと思います。7点、16点、6点、6点ですね。これを目標にするというのもいいと思います。でまずは、1、2。これをしっかり行うことが先決です。もし、何から手をつけたらいいかわからない。理解学習ができていない。 だけど、今年絶対合格したいという方は、今年の合格に向けて私に任せてくれないでしょうか。弊社の短期集中実用カップ講座の教材であれば、解説を読んでいただくだけで理解学習ができるように、具体例や関連ポイントなど、一緒に勉強できるようにしております。なので、無駄なことを考えることなく、理解学習を実践していただけます。今であれば、まだ合格していただける自信ありますので、一緒に勉強して今年絶対合格しましょう。 短期交座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいそれでは問1に入っていきます A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったその後 B が追認した場合 追認ししたたにに改めて正式に契約ととみなされ、そのかから効果が生じる、マルカバツカという問題ですえ。問題考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ答えはどうなのかというとこの部分ですね追認した時に改めて正式に契約したものとみなされこの部分が誤りです本人が追認することで契約っていうのは 契約成立時に遡って有効になるんですね。で、その効果、契約の効果っていうのは、本人に帰属します。つまり、追認した時に、この時から契約したとみなされるんじゃなくて、もともとこの無権代理人が契約した時ってもっと前ですよね。そこに遡って、その時点で契約したとみなされるんですよ。よって誤りということなんですね。 そして何度も受験している方え、勉強されている方っていうのは、もう答えは誤りってことはわかると思うんですよ。ただ、本人に効果が帰属する。これを理解できていない人って多いんですよね。これが何を意味するかっていうことです。こういった部分を理解しているかどうかが、え今後数ヶ月勉強した後に実力が上がる人と、勉強しても実力が上がらない人の違いなんですね。理解学習をすることで実力って上がるんですね。 そして、この実力が上がること、実感したくないですかえ、次こそ合格するために理解学習を行いたいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。え、この下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。それでは問いにに入ります。保証協会は、保証協会に加入している宅建業者 A が、その一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証金分担金を A に返還しようとするときは、 弁済業務保証金の還付請求者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため、申し出るべき旨を広告しなければならない、ルか×かという問題ですえ。答えは×ですね。保証協会で一部事務所を廃止する場合っていうのは、広告不要なんですよね。だから、誤りになります。保証協会の社員の業者が、 一部事務所を廃止しても、広告する必要っていうのはありません。一方で、営業保証金、これを教託している宅建業者が一部事務所を廃止した場合っていうのは、これ広告する必要あるんですね。まあ、この違いっていうのは、えー、ちゃんと頭に入れておきましょう。基本的な勉強法なんですけども、まあ、このようにね、比較できることは、ちゃんと比較しながら一緒に覚えるってことがすごく効果的なので、ぜひ行っていきましょう。 で、問いさんです。2ヘクタールの用途地域内の土地について、造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である。丸か罰かという問題ですね。答えは丸です。つまり開発許可は不要です。開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で開発行為っていうのは、主として、建築物の建築、または工作物の建設を目的として行う土地の価格ケ形スの変更のことを言います。 つまり、建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですね。で今回、青空駐車場っていうのは、建物を建てませんよね。建物を建てないってことは、開発行為に当たりません。開発行為に当たらないので、開発許可は不要だということになります。今、さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これ、ちゃんと理解しないと、解けないと思います。あの、類代が解けない。この問題を解けたとしても、累代が解けないんですよね。 だからちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否、まあ必要か不要かを問う問題っていうのは考え方があるんですね。まあ今もさらっとは言ったんですけども、まあもっと細かい流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら開発許可の要否の問題は全て解けます。 つまり、開発許可の用費っていうのは得点源になるんですね。なので、絶対解けるようにしていただきたいんですね。で今回は無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えはできないんですけども、短期講座ではこの考え方までお伝えしています。絶対合格したいという方は、えー、ぜひご確認いただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後、 取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講さんの中でも、中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない。 解けない問題がたくさんある今年合格できるか不安でも絶対今年合格したいもしあなたがそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座はおすすめです理解すべき内容は解説に書いてあります具体例考え方関連ポイント一緒に解説に書いてあります分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してありますもしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます 今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう